それでは、ご紹介いただきました、サイバーエージェント AI ラボの山口です。今自己紹介ちょうどいただいたところなので、何度もやるのはもう仕方ないので、簡単にだけ略歴で主にどんな研究をしていたかということだけメインにお話しさせていただきますと、私今年の4月までおよそ3年ぐらい東北大学で助教をやっておりまして、その前学生だったんですけれど、主にコンピュータービジョンの研究してまして、でコンピュータービジョンって一口に言ってもどんなことをやってたかっていうと、主にセマンティックアンダースタンディングですね、こちらの研究をやってきております。で今こちらにお見せしている4点が、大体のリサーチトピックみたいなものなんですけれども、まずウェブデータからそのビジュアルパーセプションということで、視覚的な認識をしようということで、ウェブデータを特に対象にした分析、それからクローディング&ボディリコグニションということで、洋服の認識、あとは人の体の認識、あとはそのファッションということに関連しまして、ファッションが認識できたらどんなことができるだろうというので、社会科学の研究に近いような、データの分析なんですけれども、データサイエンスをコンピュータービジョンを使って特にファッションデータを対象にやってみようということでやっていった研究、それから最後に自然言語と、コンピュータービジョンの融合的な研究にもちょっと、関わってきております。で今日のお話はコンピュータービジョン meets ファッションということで、テーマ設定してきまして、主に2番目と3番目の洋服の認識、衣服の認識と、あとはファッションの分析みたいなところのお話をしようかなという次第でございます。で、今日は90分ほどお時間いただいているようなので、時間内に収まるぐらいの分量でお話をしようかなと思って持ってきたんですが、ちょっともしかするとスライドが多すぎて一部カバーできないお話もあるかもしれないので、その際はご了承ください。じゃあ早速コンピュータービジョン meets ファッションということで、コンピュータービジョンとファッション、どんなことをするのっていうことから、簡単に、入っていきたいと思います。コンピュータービジョン、画像認識ですけれども、どんなことができるのかっていうと、簡単に言うとこういうことですね。画像があってその入力に対してどこに何があるかっていうのを認識できるのが画像認識の技術ですので、例えばこちらの例のように与えられた写真に、この写っている人がどんな服を着ているのかっていう、まずこれは服の種類を認識している、ものですね。で色分けされているアイテムが一つ一つの服の種類に対応しているようなこちら例なんですけれども、これ今画像認識のモデルきちんと学習さえすればこれぐらいのことはできるというふうにはなってきております。ほとんどこれ正解してるんですけれども、実は一箇所誤りがありまして、それ間違い探しみたいな感じで楽しいので、もしスライドをお手元にダウンロードされている方がいらっしゃいましたらちょっと探してみてください。スライドはおそらくスライドシェアですでに公開されていると思いますので、お手元の PC などでご覧いただいても構いません。で、こんなふうにですね、コンピュータービジョンっていうのは、マシンパーセプション、機械の知覚というのをファッションデータに対して与えることができる、非常に有用なツールであるということで、私研究を進めてきております。で、コンピュータービジョン、じゃあ具体的に問題設定としてどういうところに役に立つのっていう、これだけだとちょっと分かりにくいと思いますので、いくつかまず例を見ていきたいと思います。まず具体的な応用領域としては e コマースが挙げられますよね。衣服を認識できるということは、それをインデックスして、大きなデータセットから探してくるみたいなことができるようになりますので、まずは衣服の検索、それから衣服の推薦、あとは e コマースサイトなんかで自動的に分類をするみたいなところのタスクに非常に簡単に使うことができるようになるわけです。例えばこちらお見せしている例だと、似ているショーツ、ハーフパンツですね、これを探してきてくださいって言って入力にクエリを与えたのが左で、その結果似ているのを探してきた結果が右側の、写真になってるんですが、あとは赤いブレザー探してきてねって言って探してきたり、白黒のこのプリント柄の T シャツ探してきてねっていうので似てるのを探してきた例なんですけれども、こんな感じでですね、どんな姿勢になってても似てるアイテム探すみたいなことがコンピュータービジョンを使うとできるようになるわけです。あとそれから e コマースだけではなくて、例えばそれ以外のタスクということですと、個人のフォトアルバムのコレクションみたいなところをですね、眺めてみて顔の認識ができれば、まずは同一人物の同定ってできるんですけれども、ちょっと顔の写りが悪いような写真なんかでも、実は同じ人物って同じ服着ていることがかなり多いので、服を認識してあげるだけでも同一人物の対応付けみたいなことができるようになるわけなんですね。
まあ、これはあの監視カメラなんかにも同じことが言えまして、まあ、同一人物をカメラで追っていこうなんていうふうに、まあ、考えたときに服の対応が取れれば顔の詳細な、部分まで見えてなくても、まあ、対応が取れると、まあ、これパーソンリーアイデンティフィケーションというタスクですね。あとはソーシャルサイエンスということで、まあ、社会科学の研究なんかでもまあ、データ分析のツールとして非常にコンピュータビジョン有用です。まあ、どういったグループの人たちなのかっていうのが分類しようという試みがこれ左の研究例でして、まあ、バイカーの人たちとか、まあ、ゴスファッションに身を包んだ人とかですね、まあ、いろんな人が世の中にはいるわけですけれども、まあ、こういった人たちを分類するツールとして使ったり、あるいは服はそのなんていうか身分を表すといいますか、職業によって服装って変わってきますので、まあ、服の種類を認識すると自動的に職業みたいなところまでなんとなく分かってしまうわけですね。で、まあ、具体的にビジネス的な目線で言いますと、ファッションインダストリー、まあ、非常に大きな業界です。これ、まあ、上の右上の図はちょっと US のマーケットの統計だけ抜き出してきているものですけれども、グローバルではだいたいそのアパレルのマーケットって、まあ、3トリリオンドラーズってあるので、まあ、3兆ドルですかね、まあ、3兆ドル規模の、まあ、市場になって、3兆ドル以上の規模になっているようでして、でまあ、全世界の GDP の約 2% をそのアパレル関係が占めているなんていうふうに、まあ、言われております。まあ、非常に大きな業界なんですね。でこういうところにコンピュータービジョンを使って自動化による、まあ、その生産性の向上みたいなお話が入ってくると、まあ、非常に全世界の人々にとって、まあ、ハッピーな、ことになるわけです。で実際に産業応用ということでいくつかそのコンシューマーも使うことのできるそのコンピュータービジョンとファッションを使った製品というのは出てきておりまして、例えばアマゾンエコールック、これ確か今年発表されたんだったかと思うんですけれども、これどういうデバイスかといいますと、まあ、こういう家に置くタイプのカメラでして、でこちらのカメラを置いて自分の写真をこういうふうにポーズつけて撮ってあげたりすると、このスタイルどうですかねっていう、まあ、そのパーソナルアシスタントみたいなことをやってくれるというものなんですね。でまあ、いい服を、まあ、推薦してくれたりという、まあ、そういうアシスタントをやってくれるやつなんですけれども、アマゾンの方も こちらコンピュータビジョンを使ってその前景の人の部分を抜き出して、でそのスタイルがどんな風でやるかっていうスコア付けみたいなところをやるようなサービスをもう展開しているという段階です。でまあアマゾンのように大手だけではなくて、まあ、例えばスタートアップもたくさんもう最近は見られるようになってきておりまして、もう最先端のコンピュータービジョンの、まあ、テクノロジーをですね、もうすぐにビジネスで使うみたいなお話もかなり出てきているようです。まあ、こちらに挙げているのはだいたいその商品の検索をする、まあ、e コマース向けのものが多いんですけれども、まあ、バシリーさんなんかはファッションのメディアを日本国内で、まあ、運営している会社さんですね。でまあ全世界で本当にスタートアップ でコンピュータービジョンを使ってその、まあ、検索のような、まあ、e コマース向けのサービスを提供するみたいなものはもういくつも現れてきていますし、あとはその服の検索だけではなくて、例えばサイズを測るみたいなですねタスクのところにもコンピュータービジョンというのを、まあ、使おうという動きも見られております。まあ、例えば服のサイズを測るみたいなところとか、まあ、身体の計測ですね、こちらカメラだけで、まあ、例えばできるようになればかなり手軽にサイズがぴったりな服をですね消費者に届けることができるようになる、まあ、こういう細かいですけれどもユーザーの体験が非常に良くなるという、まあ、サービスもコンピュータービジョンを使うと実現できる可能性があるということですね。で、まあ、大体コンピュータービジョン、まあ、いろんなビジネスも入り込んでも非常に成熟もしてきている感じかなというところなんですが、まあ、今日はお話ししようと思っているのは大体はこちらに挙げているようなトピックですね。まず最初にですねお時間、まあ、2、30分ほどを使ってですねこの 2,3 年で、まあ、どういった研究がなされてきたのかっていうこの、まあ、ファッションとコンピュータービジョン その研究の最新動向というのをまずはご紹介して、でその後に私が、これまでにやってきた研究事例というのをですね時間の許す限りちょっとご紹介しようかなと思っております。で特に最近のトピックということでいくつもかなり多くのファッション関係のコンピュータビジョン研究というのが出てきているんですけれども、まあ、私の視点からすると大体大きく分けると5つのジャンルに分かれるかなというのが感覚ですね。まず1にも2にも服が認識できないといけないので、その服の認識という、まあ、クローディングリコグニションの部分が根本の、まあ、コアの部分ですね。でそれをベースにして残りのところがこう発展していって、こういろんな問題設定が見られるようになってきているんですが、まあ、例えば e コマース向け その商品の検索なんていうのはメジャーなタスクです。それから世界でそのどんなスタイルやトレンドっていうのが
流行ってるのかっていうのを、まあ分析あるいは予測をするみたいな研究も出てきていますし、あとはもう大規模なデータセットを使って分析をするという、まあ、ビッグデータファッションのビッグデータを分析するという試み、それから最近ちらほら見られるようになってきたのが、そのファッションの、まあ、インスピレーションを、まあ、得るためだったり、まあ、いろんな目的あるんですけども、画像を作るという試みですね。まあ、大体大きく分けるとこちらの5つになるかなと思います。まずは最初のこちらの最近の話題ということで、一つ一つ具体例見ていこうと思います。でまず衣服の認識ですね。認識ってどんなことやるのっていうと、まあ、簡単に言うとクラシフィケーションとセグメンテーション、まあ、大体こちらのタスクに、まあ、衣服だと出てくるかなと思います。あとはまあディテクションということで、まあ、3段階あるんですけども、分類、検出、まあ、あとはセグメンテーションというのはこういうふうに塗り分けるようなタスクですね。大きく分けると、まあ、こんな感じのタスクになってまして、こちらは問題設定としてはほぼ一般的なコンピュータービジョンで使われる問題設定と変わりません。ただし対象は衣服になっていたりということで、まあ、その対象としている物体が特定のジャンルであるという、まあ、そういうところですね。で衣服の場合は何が特に研究で注目されるかっていうと、服の一部分だけ切り出してこれは何ですかって分類しようとしても結構難しくって、まあ、例えばT シャツの真ん中の部分だけこう抜いて真っ白になっているところだけ認識しろって言ったって、それはコンピュータービジョン無理なんですね。なので全体的な形見て、それは何の服の種類であるのかっていうのを見たり、あとは服をどこに着てるかみたいな情報が結構その認識の上では手がかりになってくるんですね。なので認識の上では主にその服を認識するためのコンテクストをいかにうまく使うかっていうあたりが、まあ、研究としては面白いところなのかなと思います。で、まあ、出てきているので、まあ、こちら挙げている絵2枚なんですけれども、例えばこのセグメンテーションやるときに、これ私がやった研究からの、まあ、抜粋なんですけれども、何やったかというと、まずは人の姿勢推定しましょう。で推定した上でどこに何があるっていう、まあ、その場所の情報をですね、うまく使って服の種類を識別しましょうということをやったんですね。でそうすると例えば頭に靴履いてるみたいなバカみたいな認識結果は、まあ、間違いなく出なくなるわけですね。まあ、そういうふうにですね、どこに何があるみたいな、そのコンテクストの情報ですね、うまく使ってあげると服の認識っていうのはうまくいくんだよということですね。で、まあ、コンテクストってことでいろんな使い方があります。例えばこちらもですね、私が2015年に発表した論文の研究内容なんですけれども、服の種類の認識どうやったらうまくできるだろうって考えたときに、服って着合わせがありますよね。ドレス着てたらそこに、まあ、例えばパンツ履いたりはしないですよね。だけどパンツと、まあ、トップスみたいなところは必ず、まあ、ペアになって出てくるわけです。まあ、こんな風にですね、組み合わせ的なその要素っていうのが衣服にはありますので、だからこの組み合わせで出てくる、まあ、例えば同時に出てくる確率みたいなところをですね、うまく使ってあげたら衣服の認識の性能上がるんじゃないかってことでやったのがこちらの、まあ、ミックス&マッチという、まあ、論文なんですね。で、まあ、この場合はコンテクストとして何に使っているかというと、まあ、同時に出てくる他の服ですね、まあ、そういう形で認識を行っております。まあ、紹介はちょっとこんな感じでまずは一枚一枚見ていくこうと思うんですが、まあ、内容の細かいところご興味あればちょっとご自分で調べていただく形にちょっとさせていただこうかなと思います。でこちらはセグメンテーションの場合なんですけれども、こちらもですね、基本的には同じ感じでそのコンテクストを使ってうまくセグメンテーションをしましょうっていう、試みで ICCV の2015年に発表されているものですね。で、まあ、こちら衣服っていうのはヒューマンパーシングっていうタスクになってて、ちょっと服のジャンルの細かいところまでは見ていないんですが、こちらニューラルネットワーク、特にニューラルネットワークの中でも、フリーコンボリューショナルニューラルネットワークっていって、まあ、全コンボリューション層で構成されているピクセルからピクセルを推定するためのニューラルネットワークです。で彼ら何やってるかっていうと、単純にこのニューラルネットで推定するだけだと局所的な値は合っていても全体的に整合性が取れていないようなラベルの組み合わせ、まあ、例えばドレス着てるのにスカートも一緒に着ているみたいなものが場所によって出てきてきたりして、そのパッチワークみたいになっちゃうっていうことがあるので、それを防ぐために全体で服の組み合わせは何ですかっていうラベルの組み合わせを最初のあたりで上の方に分岐するような枝作って推定して、でそれをまあほぼ強制的にセグメンテーションの結果にまあ上場して、結果を整合性が取れるようにしましょうっていうようなモデルですね。セグメンテーションでもこんな風に全体的なコンテクスト、どんな服の組み合わせですかみたいなコンテクストを推定してから混ぜるみたいな、とにかくサイドの情報ですね、これをうまく使おうというのが見られます。
で衣服の認識自体は今でもかなり高い性能が出るようにはなってきてるんですけれども、もう難しいのは例えばトップスと T シャツの違いってなんだみたいな微妙な違いですね、まあ、こういうところはまだ解けてないんですけれども、大まかなその服の、まあ、塗り分けみたいなところはほぼできるかなというような段階になってきています。で次、e コマース向け の、 検索ですね、まあ、どんな技術研究がなされているかっていうと、まあ、大きく分けると大体ストリートトゥーショップって呼ばれる、まあ、商品を店から検索していきましょうっていう、まあ、ダイレクトなその検索問題だったり、あとはそのアトリビュートって呼ばれている、まあ、服の細かい属性を言語で表現して、でその言語に従って検索をするための、研究、それから最近だとチャットボットを使ってこれに似てるのを探してきてみたいな、そのインタラクションですね、これをするための研究なんてのも見られるようになってきています。で、まあ、キーワードで、まあ、ちょっとなんか青文字書いてますけれども、まずストリートトゥーショップからなんですけれども、まずこれは、論文としてはメジャーなものは、まあ、観測する限りだとこの3つあたりかなというので、まあ、ちょっと持ってきたんですけれども、一番新しいのがこの Where to buy it っていう論文ですね。こちらも ICCV の2015年で発表されていたもので、タスクとしては、まあ、モバイルフォンなんかでこう撮ったようなカメラで、まあ、特定の服を指定して、でこの服を店から探してきてっていうタスクなんですが、探してくるときに本当に同一のものでないといけないっていう、まあ、かなり厳しい制約がある問題なんですね。違う似てるアイテムじゃダメで、同一っていうところがポイントで、これかなり難しいタスクなんですね。で彼らはその、まあ、データをまずデータセットをどうやって作るのっていうのがかなり苦労していたみたいなんですけれども、まあ、ニューラルネットワークをうまく使って推定精度を上げたよというのを、まあ、こちらの論文では、発表しております。で、まあ、これはですね、2012年頃からももうすでに研究例としてあるんですけれども、エグザクトっていう形で同一の商品っていうところまでいくと、やっぱりその微妙な違いが似ている商品も出てきちゃったりするので、まだまだ推定の精度という意味では完璧ではないですね。あとこの、次がですね、これアトリビュートベースの、検索というもので、アトリビュートって何かっていうと、まあ、要するに服の見た目に関する形容詞ですね。ブライトオープンシューとか、まあ、ショートオンレグとか、まあ、商品の細かい特徴を記述するような自然言語ですね。こちらを使って商品を絞り込みをしましょうということで、そのデータセットを、まあ、ブラウジしていく形でどんどんユーザーフィードバックを入れてインタラクティブに探していきましょうというものですね。で探すときにこういうふうに自然言語的な表現で絞り込みができるような、インデックスを作るにはどうしたらいいんですかというのが大体研究のポイントになってきています。要するにその自然言語で絞り込みたかったら、その画像に対してその絞り込みに必要なインデックスがついてないといけないんですけども、このインデックス付けをそのアトリビュートごとにやっていくのは結構大変なので、まあ研究的にはどれだけのそのアトリビュートをカバーできるように、まあうまくモデル学習するかっていうのはポイントになってきます。で同じようにこのアトリビュートをやったので、まあ最近はちょっと面白いものも出てきていまして、この商品に似てるけど色が違うのが欲しいみたいな検索をしたいという時には、こちらのアトリビュートマニピュレーションネットワークスっていうのが、まあ、提案されていまして、この例えば一番上の列にあるこの、デニムジャケットですけれども、まあ、デニムジャケットこんなのが欲しい、ただし長袖のやつが欲しいみたいな、ちょっとアトリビュートを改造して検索をしてくるなんていうふうなモデルを、考えている研究例もございます。こちらは中ではそのニューラルネットワークの中にそのアトリビュートをうまく、まあ、エディットする、まあ、修正するような機能を組み込んで、まあ、彼らはこれメモリーオーグメンテッドって言ってますけれども、中身は、まあ、そんなに複雑な機構ではないんですけれども、まあ、ちょっとしたトリックをやるとそういうことができるようになるっていう、まあ、例ですね。あとこちらは今年 KDD なので、まあ、ちょうど今やってる会議ですね。こちら、今やってる KDD で発表されていると思うんですが、ビジュアルサーチャー eBay ということでですね、彼ら、e コマースやってるわけですけれども、まあ、こういう商品探してきてっていう時に写真を送ってちゃんとクエリ返してくれるようなチャットボットを作ったよというものですね。で彼ら、まあ、論文としてはどっちかというとシステム寄りなので、どういうアーキテクチャでシステム構成したかっていう細かいところまで書いてるんですけれども、こちらもですね、根本はこのビジュアルクエスチョンアンサリングという、まあ、VQA と呼ばれているタスクですけれども、こちらをうまく解けるようなそのインタラ、まあ、ボットを作るっていうので、まず何が映ってるかっていうのを認識して、でその認識したタスク
認識してて、その認識した物体に似てるのが欲しいとかなんだとかっていうのを自然言語でちゃんと応答できるようにモデルを作らないといけないので、実際はかなり大変なんだろうなという、モデルです。彼ら実際に動くデモも用意しているようなので、ちょっとご興味ある方は検索してみられるといいかもしれません。あと最近この e コマース系の、研究向けの研究、昔からある程度あるんですけれども、特にそのディープラーニングを使ったモデル の発表が増えた理由としましては、データセットが整備されてきたっていうのもあるんですね。でこちら CVPR2016 年で発表されたそのディープファッションというデータセットなんですが、これは著者のチーウェイ・リウと、あとセンスタイムの人たちですね、彼らが e コマース、特に中国の、e コマースサイトからですけれども、大量にデータを集めてきて、でそれをディープラーニングの使用にも、耐えるような十分なサイズでこう、一般的に学術研究向けに公開していまして、で、かなり多くのアノテーションも人力でつけていまして、非常に高品質なデータセットなんですね。でこれを使って、インデックス付けだったり、いろんなタスクに、しましょうということで、ファッションの e コマース向けの研究が最近は増えているっていう、事情もございます。というわけで、今現在例えばファッションに関するそのディープラーニングのモデルを学習したいなんていう時は、まずどんなタスクをやる場合でも、こちらのデータセットを使って、事前に学習するみたいなことをやっておくと、最初にいいモデルが作れるのかなという気はいたします。で、e コマースの話の続きまして、次スタイルとトレンドの分析ということで、ちょっと紹介していこうと思います。まず画像認識ができるようになったら何やりたいかっていうと、いろんなタスクあるんですけれども、そもそもファッションとは何だっていうのに、答えようとする人たち、研究っていうのは、よくあるんですね。例えばこのスタイルとこのスタイル似てるんですかみたいなお話をしたときに、似てるってなんだって定義すると結構難しいんですね。そういったところを、コンピュータービジョンを使ってうまく解決しようっていうような、試みが行われていたりします。でトピック分け、大まかに分類すると大体4種類ぐらいあるのかなと思いますが、まずは全体的なスタイルだったり、その服の組み合わせっていうのはどういうものなのかっていうのを、機械学習のモデルで学習しようっていう試み、それからこの2つのアイテムは相性がいいですか悪いですかみたいなその判断をするための試み、あとは全世界でどんなところでどんなファッションが流行っているよっていうのを分析するような試みだったり、あとはこのスタイルはこれから流行しますかみたいなその時間的なトレンドですね、これを追ったようなデータを分析する試み、大体分けるとこの4種類ぐらいかなと思います。でかなり相互にかぶっているようなそのトピックというのもあるんですが、いくつか見ていきますと、例えばこちら、今早稲田大学 で研究員され研究助教をされているエドガー下瀬良さんが CVPR2016 で発表したこのファッションスタイリング128フローツっていうものですね。で、彼は、こちらではですね、主にディープラーニングを使ってうまくスタイルを捉えるような特徴表現を学習しましょうということで、ジョイントランキング&クラシフィケーションということで、ランキングをする、どっちがどっちにどういったスタイルにより近いみたいなそのランキングの問題と、このスタイルは何ですかというようなクラシフィケーションの、2つの問題を同時に学習していい特徴表現を学習しましたよ。で、その特徴表現を使って例えばクラスタリングすると、こういうふうなスタイルの表現ができてますねということで示しているのがこちらの図ですね。こういった形でまずは大規模にデータあったときに、スタイルがどうなっているかっていう特徴の表現方法ですね、これを学習するという試みです。で同じようにスタイルを学習するっていうのはいろんなそのやり方がありまして、こちらクラスタリングをやるときにですね、ポリリンガル LDA ということでトピックモデルの一種ですね、こちらを使ってうまくその全くその、教師信号がないようなデータからでもスタイル の、クラスターをうまく、分離見つけていきましょうということをやっている試みです。で人手でインスタンス人手でそのスタイルの分類をやると、どうしてもそのラベルベースでやったりすると色が全然違うようなのが一つにまとまっていたりというような、欠点があるんですが、こちらの方法を使うと、全体的に似ていてかつそのコンシステンシーがある、そういうコンシステンシーがありかつ多様性のあるようなクラスターが見つかっているよというようなことをこちらの論文では言っております。
で、続きまして、2つのアイテムのペアが、相性はいいですか、どうですかみたいなことを、調べるという研究もございまして、こちら ICCV の2015年で、発表された論文でして、こちらに出している図はコンパチブルとインコンパチブルってあるんですけれども、左と右のその、対応するところ、例えばジーンズと上のこのトップスでちょっと、アガイル柄っていうんですかね、あとはなんか、柄物がありますけども、こちらコンパチブルだけど、右にあるように派手なソックスとこのスパッツですかね、この組み合わせは全然合わないよみたいな、その組み合わせですね、アイテム群とアイテム群の相性みたいなものを、学習しようということで、こちらの研究で Amazon のその商品の購買データを使って、同時に購買されたかどうかみたいなところを見て、そこから機械学習のモデルを作るというような試みを行っております。で、モデルとしてはやっぱりディープラーニングを使っていて、特にサイアミーズって呼ばれているような、2つの、ペアを入れて何か出力を出すようなネットワークで学習をしているようです。で、このコンパチビリティということで、2つのアイテムの、相性みたいなところで、こちらはペアだけを見るんじゃなくて、シーケンスとしてそのアイテム群を、セットですね、これを作って、でこのセットを、ある順番に従ってこう相性どうですかっていうのを連続的に見て、全体的なそのコンパチビリティを見る。この例えばアイテム5つ持ってきて、これはいいですか悪いですかみたいな、判断ですね、こちらをしようというので、LSTM、再起型のニューラルネットワークの一種ですけれども、このアイテムのセットを、列データと見て、でその列データを予測するような、列データからスコアを予測するようなモデルを学習したという、そういうやり方で、ファッションコーディネートですね、アウトフィットがどれだけいいか悪いかみたいな、その判断をするようなタスクに、使うことができるわけです。こちらは ACM マルチメディア今年発表のものですね。で、アイテムの相性に続きまして、今度全世界的にどこでどんなファッションが流行っているかっていう分析を試みたのが、こちらのまず、アーカイブに今出ているものでして、ストリートスタイル、エクスプローリング・ワールドワイド・クローディング・スタイルズ・フロム・ミリオンズ・オブ・フォトズということで、とにかく大規模なデータを、どこだったかな、ちょっとデータソース忘れましたが、とにかく大規模に、ファッションに関する画像を、GPS データ付きのものですね、これを集めてきて、で、大規模に可視化を行うような形で、全世界のそのファッションスタイルっていうのはどういうふうに分布してるんですかっていうのを、分析している論文ですね。で、同様の試み、日本の方もやっておられまして、エドガー、先ほど言ったエドガーもそうなんですけれども、こちらも、今年のミルで、発表されていたもので、産総研の、あれだっけな、片岡さんですね、産総研に片岡さんという方がおられるんですけれども、そちらのグループでこの、チェンジングファッションカルチャーズということで、彼らもフリッカーから大量のこの人の写真を持ってきて、で、時間と時間、あ、時間分布と、あとは空間的な分布ですね。で、彼らはこちらではジオタグということで、フリッカーのジオタグを使って、分布を見ようという試みを行っております。いずれもクラスタリングのタスクなんですけれども、とにかく大量のデータを使って分布傾向を見れるようにするというような試みはなされています。ただ、ビジネス的な目線で言うと、例えばそのファッション、アパレル業界の方なんていうのは、1週間単位とかでこう見たいなんていう要望があったりするんですけれども、さすがにその制度では、システムを構築しているような研究というのはまだ見られていないので、今後やるのであれば、短期的なそのトレンドをもうちょっとうまく見つけることができるような手法はあるかななんていうのが、課題になってくるのかなというふうには思います。で、予測というお話ついでに、こちらは ICCV、今年の ICCV、10月の末ぐらいにある会議ですけれども、そちらで、採択が決まった論文のようでして、ファッションフォワードということで、こちらはあるスタイルが、今後流行るかどうかっていうのをダイレクトに予測しようという、意欲的な研究ですね。ファッションの流行り廃りってかなり予測難しいんですけれども、一般にはそのファッションショーなんかがトレンドの始まりになっていたりしまして、でそこの影響がストリートに出てくると。
でその、ファッションショーの情報をいち早く、まあ、手に入れるみたいなのが、まあ、あのアパレル業界だったりをするんですけれども、まあ、そのトレンドセッター、まあ、そのトレンドセッターが作ったトレンドが流行るかどうか、まあ、これをですね、あのスタイルのデータを、まあ、スタイルの表現ですね、これを入力としたその時系列予測みたいなモデルを使って、あの、まあ、どういうふうにその人気度が変わりそうかっていうのを、まあ、予測するという試みです。こちらは時系列の予測モデルなので、あの、まあ、LSTM のようなその時系列の、まあ、シーケンス予測に使えるモデルを使って実現しているようです。というわけで、まあ、スタイルの分析だったり、まあ、トレンドの分析だったりというのがあるんですが、あのこちらもあのだいぶ被ってるお話ではあるんですけれども、いずれにしても共通で言えるのは、あのビッグデータから学習をしているということですね。とにかくあのデータがないと、まあ、ディープラーニングのモデルっていうのは学習することできませんので、まずはあのウェブだったり、まあ、いろんなところからなんですけれども、ビッグデータを持ってきて、そちらをその、まあ、ビジュアルデータだったり、あるいはあのビジュアルデータにくっついている別の情報、例えばソーシャルメディア その人がどういうふうにいいねつけたかみたいな、そういう情報を使って分析をするだったり、あるいはそのテキストのデータとビジュアルのデータを一緒に分析するみたいな、あの分析手法なんかも見られます。で、例えばこちらはですね、あの今年の ICWSM という、まあ、ソーシャルメディア関係のデータ分析の、まあ、会議ですけれども、インスタグラムからそのファッションに関するあの、まあ、画像を抜き出してきて分析したという事例でして、でソーシャルメディアのデータの分析っていうのはかなりその難しくて、でどう難しいかっていうと、そのユーザーの行動っていうのと、まあ、そのラベルの種類みたいな、その一般的なそのスーパーバイズドラーニングでやってるようなあの綺麗なデータセットとはデータの質にだいぶ乖離がありまして、とにかくあのランダムみたいな感じで情報がのメタデータが載ってるようなデータが多いんですね。であのこちらの論文ではあのそこまであの高度なそのモデルを使って新しいタスクを解いたよみたいなあのことは報告はされてないんですが、データ分析をしてみて、こういうのはうまくいって、こういうのはうまくいかないみたいな事例が載っています。でこちらの図は何をやってるかっていうと、上の方のカテゴリーは、画像認識のモデルを使ってうまくいったけれど、下のようなカテゴリーは画像認識のモデルだとなかなか難しいねっていうので、まあ、あのいくつか見せている事例です。例えばこの写真セルフィーですかなんていうのは簡単に分類できるんですけれども、これは例えばアドバタイズメントですかみたいなあのカテゴリーを分類しようとすると、アドバタイズメントってもう本当にいろんな見た目のものが出てくるので、あの認識精度が下がっちゃう、まあ、そういうことですね。なのでやっぱりあの画像認識でもできるものできないものっていうのは存在するんですね。でこのあたりの切り分けをあのその例えばソーシャルメディアのようなそのユーザージェネレーテッドコンテンツですね、ユーザーが生成するようなコンテンツをコンピュータービジョンを使って分析するときにはちょっと気をつけないといけない点ではあります。あと、こちらはですね、あのビッグデータということで同じなんですけれども、こちらはあの e コマース あのビッグデータを分析したという研究事例でして、 When Fashion Meets Big Data ということで、あのベストセリングクローディングフィーチャーズということで、あのどういった特徴がある服はよく売れるのかっていう、その服の特徴と売り上げの、まあ、ダイレクトな関係っていうのをあの学習しようという試みです。こちらは WWW2017年、まあ、今年のものですね。こちらで発表されたものでして、まあ、色分けによって、あのこのタグみたいなと、まあ、こういった、特徴がついている服は売れそうで、こういった特徴がついていると、まあ、売れなそうだなみたいな、そのものが、まあ、カテゴリーによって色分けされている、まあ、そういう事例ですね。まあ、あのそんなにあのこれね、このタグを入れたからって売り上げがすぐ変わるかっていうような話ではないんですけれども、まあ、例えばトレンド予測なんかと似ているところはありまして、まあ、こういったあのスタイル要素を入れておくと、まあ、あの売れそうな服ができるねみたいな予測には使えるのかなというふうな気はいたします。で同じくはその画像の分析だけではなくて、まあ、例えばテキストだけからも ある程度そのファッションのスタイルを構成する要素なんていうのは分析することができまして、こちら UIST 2016年で発表されている論文でして、こちらはあの画像を一切使わずにテキストデータだけを分析して、まあ、どういったスタイルっていうのはどういったそのスタイルの構成要素と結びついているのかっていうのを、まあ、学習したという事例です。まあ、やってることはその例えばビーチスタイルみたいなちょっとハイレベルなカテゴリーっていうのはどういったアイテムが関係してくるのかなっていうような、あのまあ、そのハイレベルな用語と、まあ、ローレベルな用語、まあ、例えばサンダルとあの関わりがありますねみたいな、その具体的なローレベルの用語とあの関係性っていうのを学ぼうという試みですね。
で文字だけからでもかなりそのスタイルに関するそのセマンティクスっていうのを学習することができますので、まずテキストデータをうまく使うっていうのも意味のある、使いやすいそのモデルを作るためには考えないといけない部分かなというふうには思います。で最後に最近ある研究事例で紹介しておくのが画像の生成ですね。最近特に GAN ということで生成モデル流行ってますけれども、ファッションドメインでもこちらをうまく使った研究っていうのは見られるようになってきたなというのが最近の、動向ですね。で使い方は、いくつかあるんですけれども、大きく分けると、例えばお店の写真から着てる状態を想像したいとか、あとはデザイナーさんが新しい服をデザインする時の助けにしたいとか、あとは今まだ研究事例としてそんな出てないんですけども、例えばバーチャルフィッティングみたいなところで自分の写真を入れたら服を着ているところの姿が出てくるみたいな画像の生成なんかもできるんじゃないのかなというふうには思います。で具体的な研究事例ということで、例えばこれ去年の ECCV で発表されていた、研究でして、 GAN を使ってストリートのスナップショットみたいなところからそのカタログ写真を生成するというような条件付きのピクセル生成ですね。あんまり解像度高いものはやっぱりできていないんですけれども、カタログっぽいのがこう左から右のこういくつか例が出ていて、そういうのができているなというのが見て取れると思います。で、同じようにこの GAN を使ったもので、こちらはですね、人の姿勢を入力すると、人の姿勢を使ってこの服を着ているけれど別の姿勢の写真っていうのを作ってみようみたいな、試みですね。この服の写真でも違うポーズの写真を作ってみたいな、そういう生成のやり方です。で、これを使って、確かに前を向いている、女性が後ろ向いているけど同じ服着てるなみたいな、そういうデータが生成できちゃったりするわけなんですね。でこれすべて2次元のピクセルデータだけでやっていて、コンピュータグラフィックスなんかを使っていないと。でこちらはもうちょっとコンピュータグラフィックスを使って、3D データも取り入れた形でやっているもので、ではあこれこれこれはそうではないなかったかな、こちらもやり方は似てるんですけれども、ちょっと趣向を変えておりまして、最初に人の画像を入れて、でその人の画像からその人がどこにどんなパーツがあるか、腕はここにあってとかいうような、まずポーズマップって呼ばれているものを抜き出すんですね。でこのポーズマップにスタイル付けをしていくっていうので、色分けを指定しながらこういう服を着せたいっていう感じでスタイル指定をすると、その服を着ている画像が出てくるみたいなギャンですね。こちらもなかなか面白いやり方かなと思います。違う色を着ているような服をだったり、違う模様の服だったりっていうのを簡単に生成できちゃうわけですね。というわけで、GAN を使った研究もいくつか見られるようになってきております。で、いくつかその最新の研究事例っていうのを見てきましたが、大体そのコメントとして言えることっていうのはこの3点ぐらいなの、2、3点あるかなという感じですね。そのファッションテックっていうふうに私呼んでる方もいらっしゃいますけれども、とにかくアプリケーション第一なところがこの分野の研究の特徴かなというふうには思います。でどんな研究をするにしても、その具体的なタスクっていうのが思いついた上で、そのタスクを解くためにコンピュータビジョンをどううまく使っていくかみたいなところが研究の面白いポイントになっていたりするわけですね。でその課題考えるときに必ずeeコマースだったりソーシャルメディアだったり、そういったその、ユースケースっていうのが考えられた上で、その上でコンピュータビジョンをうまくビルディングブロックとして新しいその、AI システムですね、これを作り上げる、こういうのが大体 研究で見られるスタイルかなと思います。逆に言うとコンピュータービジョンのコアの問題を解くみたいなところにはあんまりファッションのデータというのは出てこないわけなんですね。で、最近、ここ3年ぐらいのお話で言うと、コンピュータービジョン、ディープラーニングの登場以降も本当に認識問題というのはほぼ解けてしまったみたいな状況にはなってきているので、必ず、ディープラーニングのモデルは出てくるんですね。ただ必ずしも全てが解けるかっていうと、そうではなくて、まだディープラーニングの問題を使ってもなかなか解くのが難しい問題というのはあったりします。例えば一番最初に言ったその服の認識のお話で言うと、コンテクストのモデルっていうのはあんまりディープラーニング使ってもうまくいってないんですね。
この服とこの服は同時に出やすいけど、この服の場合は1種類しか出ないとか、まあ、そういうようなちょっとややこしいその関係性を、まあ、コンテクストとして取り入れたような認識の方法ですね。こちらはまだまだ研究の余地があるかなという感じがいたします。逆に言うと単純なセグメンテーションみたいな問題は本当に最先端のコンピュータービジョンのモデルを使うとかなりうまくできるようにはなってきております。ただいずれにしてもディープラーニングのモデルの弱点っていうのはデータがないとできないっていうのはありまして、このデータセットをいかにうまく作っていくか、特に自分で解きたいタスクに対して作っていくかっていう、まあ、そこにいくらコストをかけられるかっていうのはまあ、実際に応用に使いたいなんていう時には課題になってくるのかなと思います。まあ、そういう意味ではその研究としてはラベルがあまりついていないようなデータからうまくそのモデルを学習しましょうみたいなのも方向性としてはよく見られるものになっております。あと最近その GAN みたいに生成モデルということでちょっとまた違ったタスクに使える手法っていうのも出てきてますので、例えばクリエイティビティ、まあ服をデザインするだったり新しいものをまあとにかく作り出すみたいなそういうタスクにマシンラーニングが使えるようになると、こちら まあ、研究トピックとしては面白くなるかなというのが、まあ、最近の、お話ですね。一旦ちょうど真ん中ぐらいなんですけど、何か質問がある方いらっしゃったら今受けますがよろしいですかね。じゃあ、後半にじゃあ移ろうかなと思います。じゃあ、後半はですね、私が過去にやってきた研究を、まあ、紹介するという、まあ、スタイルでやっていこうかなと思います。で、まあ、5つぐらいですね、まあ、トピック持ってきたんですが、まあ、ちょっと時間の許す限りちょっと紹介したいなと思います。で、一番最初は、クロージングパーシングということで、まあ、服のセグメンテーションのお話ですね。で、クロージングパーシングって、まあ、私呼んでますけれども、まあ、セグメンテーション問題ですね。与えられた画像に対してそのピクセル単位で、まあ、色分けをするみたいなタスクになっております。で、まあ、今のトレンドはもちろんディープラーニングを使ってこれを、モデルを学習して解きましょうっていうことなので、我々もディープラーニングを使った研究を一回やっております。で、特にピクセル単位の予測に今使われるのがフリーコンボリューショナルニューラルネットワークスということで、まあ、FCN ってよく略されて出てくるんですけれども、まあ、一番最初の試みが CVPR2015 年頃にベストペーパー確か取った研究でして、こちらなんですけれども、ピクセル単位の予測を使うところに、まあ、うまくそのコンボリューションとデコンボリューションって、まあ、たまに呼ばれてるんですけれども、まあ、コンボリューションをこう重ねていくと画像サイズちっちゃくなるんですが、それ最後のあたりに、まあ、膨らませて予測をするみたいな、そういうディープラーニングのモデルです。で、最近だと、まあ、UNET みたいにまた違った形のセグメンテーションモデルはあるんですけれども、入力がピクセルで出力もピクセルっていうのはどれも変わらないようなスタイルになっております。で、我々、どんなことをやったかっていうと、こちらアーカイブでまだ出しているだけの論文ですけれども、Looking at outfit to parse closing ということで、とにかく服の認識の場合は間違えた組み合わせが出てくるのをいかに防ぐかっていうのが課題なんですね。で、その間違いをどうやって防ぐかっていうところに、単純なこの FCN だと真ん中のFCN があるところだけなんですけれども、こうすると例えばジャケットの一部分にコートのちっちゃいポツポツが残るみたいな、そういう出力が出ちゃうことがあるので、それどうやって防ぐかっていうと、ここではアウトフィットエンコーダーっていう形でですね、ネットワークの真ん中ぐらいから分岐を作って、で、ここの写真に写っている服の組み合わせは何ですかっていう組み合わせを予測させるんですね。で、組み合わせを予測させた上で、その組み合わせをまあほぼ強制させるような形で、後ろのニューラルネットワークの後ろの、出力に近い方に、まあ、頂上して、で、あとバウンダリー その境界線の、スムージングなんかをかけたりしてこう出力を出すというようなモデルになっています。まあ、そんなに難しくはないんですけれども、まあ、FCN に全体のグローバルな予測を掛け合わせるみたいな、まあ、そういうアイデアですね。これを使って出力をするときれいに出ますよっていうので、こちらが、実験をやった時の結果です。入力に対してこの人手でつけたグランドトゥルースと、あとプレディクションですね。で、見ていくと、まあ、ほぼうまくできているなというのが分かります。
まあ、右上なんかはちょっとベルトが抜けてたりはするんですけれども、大体の色分けはうまくいっていますよね。まあ、そういうわけなので、まあ、例えばそのセグメンテーション用のニューラルネットワークをうまく、まあ、データセットから学習すると、まあ、これぐらいの精度は出せるんだよっていうのは、最近の画像認識の、まあ、実力っていうか、まあ、能力ですね。最近はこれぐらいのことはできるようになってきたと。で、これはまあ、もうちょっと拡大してみた例ですけれども、まあ、こちらもまあ、グランドトゥルスとプレディクションでほぼ違いないぐらいの、まあ、出力が出てきているわけですよね。で、まあ、パフォーマンス、これ数字で、まあ、例えばいろんなモデル比べてみましたっていうものなんですけれども、まあ、この論文完成させた時点では、まあ、数字の上ではその FCN8S っていうベースになっている FCN よりはかなり、まあ、数字も上がっているかなという結果が得られております。で、まあ、いろんなデータセットで試したんですけれども、まあ、ほぼ全てでいい結果が出ていると。で、ただこの研究のためにいろいろ苦労したことはありまして、FCN の学習ってデータセットの構築コストがかなり高いんですね。何やるかっていうと、まあ、こういう画像に対して1ピクセルずつラベルつけていかないといけないんですよ。これ本当に大変なタスクで、まあ、この研究では何やったかというと、このリファインドファッショニスタデータセットっていう、まあ、私が以前そのファッショニスタデータセットっていうことを2012年頃作ったこのセグメンテーション用のデータセットだったんですけれども、こちらちょっとラベル付けが間違ってるところなんかもあったの、なんかもあったので新しくツールを作ってラベルの付け直しをして、でそれを使って学習をして予測をしたという、まあ、ものなんですね。でデータセットはまあ見た目こんな感じなんですけれども、まあ、ピクセル単位の色分けをしている。でどういうふうにピクセルの色付けをしてきたかっていうと、その専用のツールをですね、まあ、ウェブブラウザーで作るような形でこう、まあ、作ったんですね。でそのツール作るときにスーパーピクセルっていうその、まあ、複数のピクセルをこうまとめるようなアルゴリズムがあるんですけれども、これをうまく使ってそのまとまり単位で色分けができるようにまあ、アノテーションツールを作ったということですね。で今これオープンソースで GitHub で公開しているものなので、まあ、ご興味がある方はちょっと行ってみられるとデモなんかも動いているのでいいと思います。スマートフォンでやるととんでもなく時間かかるので、まあ、PC でやることをお勧めしますが使い方としてはこんな感じでですね、セグメンテーションのこのラベルつけたいところを、まあ、拡大して、まあ、この辺はこのラベルだねっていうのを、まあ、詳細にやることもできるし、まあ、全体が見渡したいときにはそのセグメンテーションスーパーピクセルっていう、まあ、この一つのまとまりですけれども、これが大きくなるように分けてっていう感じで、まあ、切り分けをしつつその解像度を変えてラベルがうまくつけられるようなツールになっております。で、まあ、学術目的だと結構このツール使ってラベル付けしている方もいらっしゃるようなので、まあ、ぜひご興味ある方は使ってみるといいかなと思います。でただこのセグメンテーションやる上で、まあ、どうしてもできないことっていうのも、まあ、ありまして、例えばものすごく細かいところっていうのはどうしても苦手なんですね、予測が。隣に、まあ、なんか似たような色のところがあるとその色で塗りつぶされちゃうみたいな出力が出てくるので、例えばサングラスとかイヤリングとかネックレスみたいなそういうファッションアイテムってセグメンテーションだとかなり予測が難しいです。まあ、よほどこう見た目に分かりやすいところにないとやっぱりこういうところの細かい予測っていうのはまだできない。で特に今回最終的なその出力出す段階で CRF っていうまあ手法を使ってその近隣のなんかギザギザしたところをスムーズにしようみたいな後処理を入れてますので、まあ、そういうところが塗りつぶされてしまうと。あとやっぱり組み合わせの予測ってモデルの中にこの組み合わせだよって出力、まあ、予測を立ててから組み入れてはいるんですけれども、それでもどうしてもこの右下のようになんかちょっとスカートの中にドレスがあるみたいな似たジャンルの、まあ、服が混ざっちゃうっていうようなケースはどうしても残っちゃうんですね。で、まあ、服のそのセグメンテーション問題に関してはまあ、この辺りをまあどうやったら解決できるのかなっていうのがやっぱり課題としてはあるのかなという気がしております。まあ、うまくいったケースはいいんですけれども、うまくいかないと、まあ、こんな感じでですね、似たジャンルの服が混ざった出力が出てきちゃうわけなんですね。あと服の認識をする上でその姿勢の推定っていうのも関連してますので、この FCN を使うと同様に姿勢の推定っていうのも解いてあげることができます。
これどういうことをやるかっていうと、入力した画像に対して足がありそうな位置の確率を予測するようなヒートマップを出すんですね。でそうすると、まあ、ここの場合だと白黒のところにぼんやりと左足がありそうだなっていう関節の位置だったり、膝がありそうだなっていう関節の位置だったりを出しているという例ですね。こちらもピクセル単位の予測で、まあ、予測をかけてあげることができるので、これを使って予測で、まあ、予測した中で、まあ、例えば一番確率が高い点を取ってあげると、こんな感じでですね、人の姿勢の認識ができると、まあ、そういった寸法になっております。ただまあ、これ姿勢の推定に関してはコンピュータービジョンでももうかなり多くの研究がありまして、もうちょっといいモデルはあるんですけれども、まあやるとうまくいくケース、うまくいかないケースっていうのはあって、まあ、一番例えばこれ左のものはグランドトゥルースとプレディクションを比べてもほぼ正確にできているなっていう例なんですけども、真ん中だと手の角度がちょっと違うみたいな間違いが出ていますし、右の場合だと右手と左手の位置が飛んじゃったりするみたいな、まあ、そういう間違いが出るケースもあったりはします。まあ、このあたりは右手と左手の位置関係みたいなものを考慮したその同時推定モデルなんかを使ってあげると解決ができるんですけれども、まあ、ただ推定精度としてはこれぐらいのことはもうできるかなっていうのが、まあ、実感ですね。ただ身体計測のようにセンチ単位でこうなんか大きさを見たいなんていう時にはちょっとまだそこまでは精度不足かなという気はするので、まあ、例えばモバイルフォンでこう写真撮って、これで服のサイズ S ですか M ですかなんていうのはまだ精度が一桁足んないとか、まあ、そういう感じはいたしますね。というわけでまあ、いくつかある課題なんかもあるんですけれども、まあ、まずこの、セグメンテーションの問題をやるときに一番のネックになるのはデータなんですね。データをいかに作るか、データ数がないとディープラーニングのモデルって学習ができませんので、まあ、これどうやって作るかっていうのはどうしても課題になってくるわけなんですね。で、まあ、この研究ではその専用のアノテーションツール作ったんですけども、結局データのラベル付け作業自体は私が手作業で、まあ、なんか週末を使ってこうひたすら塗り絵をしていたみたいな感じで作ってはいますので、どうしてもそのサイズをスケールすることが難しくてですね、まあ、今回はこれデータセット685枚なんですが、まあ、これ1万枚に増やせって言われるとちょっとかなり難しいかなという気はいたしております。まあ、これを1万枚あるいは10万枚に増やしたいなんていうのはもうコスト的にもかなり難しいかなという気がしております。まあ、最近はなんかクラウドソーシングではなくて、まあ、専用にこういうヒューマンアノテーション、人手を使ってアノテーションをするタスクを、まあ、サービスとして提供するようなスタートアップさんも出てはきてはいるので、まあ、そういうところだと、まあ、どうしてるのかなっていうのはちょっと気になるところではあるんですが、ただセグメンテーションデータはとにかくコストが高いっていうのが、まあ、どうしてもネックになるかなというのが気がいたしております。あとその服の認識に関してはできないところっていうのは、例えば小さいアイテムだったりコンテクストをうまく使えない、まあ、こういったところが、まあ、研究的な課題にはなってきているかなっていうのが、まあ、コメントですね。ただ、まあ、全体的なその、まあ、大まかな塗り分けはかなりうまくはできるので、まあ、例えばそれを使って商品の検索するためのインデックスを作るとかは、まあ、そんなに難しくないのかなという気もしております。まず1点目の話でしたが、よろしいでしょうか。とにかく何か質問があれば手を挙げていただければお答えしますので、よろしくお願いします。で、次の、研究事例のお話ですが、こちらはアトリビュートディスカバリーということで、昨年の ECCV で、発表したものです。でアトリビュートっていうのは、その、まあ、服が白いだとか先っちょが尖っているとか、まあ、そういうような服の見た目に関する属性、形容詞的なその要素ですね。これを発見しようという試みの研究になっております。具体的に、まあ、ちょっと皆さんに簡単なクイズですけれども、まあ、こちら T シャツの画像4枚ありますね。まあ、一番例えば左上のこのシャツありますが、見えますかね、カーソル。まあ、このシャツ How does ということで、なんかフィルインダブランククエスチョンみたいになってますけれども、このシャツどんな風に見えますか。イエローだと思いますか。イエローですよね。じゃあこのシャツ大きいですかとか、まあ、ちょっといろんなこう種類 の形容することができるわけですよ。まあ、例えばラージ T シャツ、まあ、これは大きそうな T シャツですよね。これはなんかサーファーっぽいなとか、まあ、いろいろあるんですけれども、T シャツって単に言った時だと、まあ、服のカテゴリーだけなんですけれども、その T シャツの中でもいろいろあると。でその T シャツの中でいろいろあるのをどうやって形容してこう
指定するかっていうのがこのアトリビュートなんですね。でこのアトリビュートっていうのをうまくその画像認識のモデルを使って、まあ、認識できないと例えばうまいことそのアトリビュートを使った検索ってできないわけなんですけれども、じゃあもう一個質問なんですけれども、T シャツを形容する言葉ってどれぐらい世の中に存在しますか？これかなり難しい質問ですよね。いくらでもやりようがあると。これをじゃあ画像認識のモデルを学習するときにどうやってその人工知能的な、まあ、機械学習を使って発見してくるのっていうのがこちらの研究で取り扱った課題になります。本当に T シャツっていろんな形容の仕方あると思うんですけれども、まあ、アトリビュートっていうのをうまく自動的にデータから探してこようと、まあ、これがこちらの研究の、お題になっております。つまり物を認識何かその見た目に関する属性アトリビュートを認識するっていうだけではなくて、その認識できるボキャブラリーを探してこいと、まあ、そういうのがタスクになっているわけですね。でアプローチとしてはうまくディープラーニングのモデルを使いましょう、まあ、これを行っております。でデータソースはウェブから持ってきましょうと。で、具体的にどういうことをやったか、画像とテキストのペアがありますね。でこれをウェブからまずたくさん拾ってきます。で画像を片っ端から事前にもう他のデータセットで学習した事前学習済みのニューラルネットワークに入れて内部的なその状態の変化を見ます。この画像だとこういうふうにニューラルネットが反応したよみたいな、その反応を見ます。で反応を見て一緒に出てくるテキストと相関が強いところがあったら、ああその単語に反応してるんだなっていうことで、そいつは画像認識可能だよね、まあ、そういうアイデアに基づいて単語を発見するというような、試みを行っております。でこの研究ではウェブデータとして2種類持ってきてまして、 e コマースの Etsy と呼ばれている、まあ、手作りの工芸品を扱うようなウェブサイトですけれども、こちらからデータをクロールしてテキストデータ、まあ、特にテキストデータ、まあ、例えば Feels so good Purple Halter Maxi Cotton Dress Two Sizes Available みたいな感じで商品 この説明があるんですけれども、こちらの商品の説明から形容詞だけを抜き出して、まあ、そいつが画像と一緒に統計的に出てくるかどうかを調べる、あるいは、ウェアデータセットというもう一つデータセットを使った集めたんですけれども、こちらはファッションブログで、まあ、国内だと最大手なのかな、最大手のファッションブログなんですけれども、こちらからその写真のタグを一緒に拾ってきて、このタグが一緒にそのニューラルネットワークの中身の反応と出るかっていうのを見て、でそれをもとに画像認識可能なタグなのかそうでないのかっていうのを判定すると、まあ、そういう試みを行いました。で、まあ、やり方なんですけれども、もうちょっと細かく説明していきますと、まあ、例えばピンクっていう語が出てくる画像とピンクって語が出てこない画像があったとしますね、まあ、そうすると画像のグループが2つに分けられますよね。でこの画像のグループ間に違いはありますかっていうのを、まあ、調べてあげればいいわけです。で調べ方なんですけれども、そこに今回はニューラルネットワークを使いましょうと。ニューラルネットワークを使ってまずはピンクって出てきているそのポジティブのグループの画像をニューラルネットワークに入れてあげまして、でニューロンの活動を見ます。ニューロンっていうのは、まあ、具体的にはそのニューラルネットワークの中のユニットなんですけれども、まあ、ユニットもたくさんあるんですが、そこの内部のユニットの、まあ、状態変化を見てあげます。で画像群を入れてあげて統計的なそのヒストグラムを取ってあげます。でそうするとこのピンクの画像群の場合はこういうふうなニューロンの活動の統計が分布が得られます。で同じようにピンクって出てきていない画像群に対してもやってあげると、ピンクって出てきた画像群の分布とピンクって出てきていない画像群の分布が、まあ、2つが分布が見られるわけですね。でこの分布が例えば同じだったらその単語は何にもそのニューロンでは反応していないってなるんですけれども、違いが出てきた場合っていうのはそのニューロンははっきりとその違いを識別しているっていうふうに、まあ、考えてあげることができるわけですよね。なのでそういうニューロンを探してあげましょうっていうのがこちらの、研究でのやり方です。で、まあ、なんでニューロンなのかっていうと、事前学習済みのニューラルネットワークっていうのは非常に特徴表現としていいものが学習できておりますので、こちらを使ってあげると新たに今見ているデータセットから学習しなくても簡単にしかもよく特徴を判別するようなニューロンがすでにあるわけなんですね、まあ、こちらを使って判別をしてあげようということをやっています。
でこの分布の違いを見るときには何を使うかというと、まあ、カルバックライブラーダイバージェンスということで、まあ、KL ダイバージェンスですね、まあ、こちら使ってあげれば、まあ、例えば分布間の違いを見ることはできるよねということで、今回はあの KL ダイバージェンスの大きいあのニューロンというのをあの単語ごとに探してあげるということをやってみました。で、まあ、例えば見てみるとショーツっていう単語に対して、上にあるのがこれ平均画像ですね。データセットの画像、まあ、あの全て平均を取ってあげた時の見た目の違いですけれども、まあ、平均的にはこんな感じで、あのショーツがある画像とショーツがない画像っていうのであの違いがあって、まあ、なんとなく足のあたりにあの素足っぽいのが見えるかなというのがお分かりかと思いますが、これをニューロンの活動で、例えば KL ダイバージェンスの大きいニューロンをあのニューラルネットワークの中の、まあ、いくつかの層から持ってくると、まあ、例えばあの KL ダイバージェンス大きいところってこういうふうにマップで可視化してあげることができるんですね。でそうすると、ああこのニューロンは素足に反応してるんだなっていう、まあ、感じで、あのショーツがあるかないかっていうのを判別するのに使うことができるわけですね。で同じようにレッドっていう単語でやると、今度はまあ色に関してなので体のどこの部位っていうことはないんですけれども、まあ、全体的にあの赤い平均画像とそうでない画像が出てくるわけですが、こちらも分布の違いを見てみると、まあ、全身でこうなんかぼんやりとあの違いがあるあのニューロンっていうのをまあ見つけてきてあげることができるわけです。まあ、KL ダイバージェンスの大きいニューロンっていうのをこう探してくると、こんな感じであの違いがあるものを見つけることができると。というわけで、これができてしまえば、あとはあのどちらの単語が視覚的にあの、まあ、認識できますか、そうでないですかみたいなクエスチョンを、まあ、答えてあげることができるわけですね。であとはあの実際にその判別っていうのが正しいかどうかっていうのは、例えばあの人間の判断と比べてあげると、あいい性能出てるかどうかっていうのを、まあ、見てあげることができると。で今回あのビジュアルネスっていうことで、こちらの研究ではですね、視覚認識性みたいな、まあ、日本語で説明できるかと思うんですが、ある、まあ、その判別機があの、まあ、例えばあの今回の場合はピンクってついている画像群とピンクってついていない画像群があるので、それを今見たようなそのニューロンから予測できるかっていうのを見て、でその予測の精度を見て、あのそれが視覚可能性、あの視覚判別性が高いかどうかっていう、まあ、指標に使っております。これはあれは我々はそのビジュアルネスっていう形で呼んでおります。で具体的にあのこちらエッジっていうデータセットですけれども、こちらから見つかったアトリビュートですね、自動的にデータセットから見つけてきたあの視覚にあの画像認識可能なアトリビュートですけれども、オレンジとかブライトとかエレガントとかラブリーとかアクリディックみたいな単語は画像認識ができるねという形であの具体的に持ってきたものです。であのまあ、そうすると、まあ、オレンジかオレンジでないみたいな、まあ、その両極端なところはまあ抜き出してくることができるわけですね。で、我々のやり方っていうのは、あの実は商品データみたいにあのかなりラベル付けが荒いあのデータセットからやってきてるので、正解データっていうのも実はあの誤ってるものが多いんですね。例えば ある画像はあのフローラルな柄が入ってるんだけど、あのラベルとしてはその商品の説明のところにフローラルっていうふうに一言も書かれてないようなケースっても多々あるんですね。でそういうデータをまあ分類するなんていうところにも、あの今回学習してきたモデルであの自動的に判別をすることができて、まあ、例えばデータセットの中にフローラルってついていないけれども、我々のモデルではフローラルっていうふうに見えるっていうのものもあの抜き出してくることができる、まあ、これはファルスネガティブって書いてあるところですね。逆になんかそのフローラルって書いてあるけど全然そうじゃないじゃないっていうあのデータに対してもあの我々のモデルを使うと、まあ、きれいにしてあげることができる。でこういうのはもう e コマースみたいにあのとにかくあの機械学習用にきれいにデータを作るということが主眼になってないデータでは、まあ、その必須になってくるようなお話なので、まあ、そういったところも自動的に我々のやり方を使うとのデータのクレンジングができるというものですね。であとはこれあの見つかったその一番ビジュアルなアトリビュート、一番視覚認識できそうなアトリビュートとそうでなさそうなアトリビュートっていうのの違いを、まあ、いくつか手法ごとに並べてみたものなんですけれども、ちょっと色が濃くしてあるところが我々の手法で出てきたあの画像認識できそうな単語ですね。あのフリップとかピンク、レッド、イエロー、グリーン、まあ、色みたいな簡単な ところっていうのはやっぱりあのこういう自動的な手法を使ってもすぐ出てくるんですが、逆にこうあの視覚認識難しそうなのはビッグとかグレートとかデューとかマッチとかオンとか、まあ、あのかなり抽象的な単語ですね。こういうところは我々の手法を使うとあの視覚認識できませんねっていうふうに出てきます。
で、いろんな手法を比べたんですが、こちら詳しいことはちょっと論文読んでいただくとしまして、あとはディープラーニングのこのモデルって、深いモデルなんですけれども、深さによってちょっと意味合い違うよねっていうのをちょっと調べてみたっていうのが、こちらのお話でして、どのレイヤーがどの単語の認識に役立ったのか、そんなところを調べてあげると、単語っていうのは浅いその単純な概念なのか、もうちょっと深いなんか複雑な概念なのかみたいなところもなんとなく見てあげることができるんですね。で、これもちょっと簡単にだけお話ししますと、ニューラルネットワークって大体画像が入ったすぐのあたりのニューロンだと本当に単純な模様とかを認識するんですけれども、だんだんとその層が出力に近くなっていくに従って、複雑な概念の認識に関わる、反応するようになるんですね。で、それを順番に1から7みたいな感じでレイヤーの番号順に一番反応が大きかった単語みたいな形でこう並べてみますと、ノーム1っていうところはなんかオレンジ、カラフル、バイブラントとか、色に関するような単純な語が出てくるんですけども、逆に一番最後の層あたりになってくると、ラージとか、ウェイストとか、アメリカンとかですね、スリーブとかですね、ちょっともうちょっと複雑な単語が一番反応するねみたいなことが見て取れるようになってきます。で、同じようにウェアデータセットっていうのはこちらでやっても傾向としては大体同じでしたね。こちらファッションブログのデータですが、一緒に出てくるタグっていうのを見てあげた時に、やっぱり色みたいな割と原始的なその単語、ローレベルな単語は一番最初の方で出てきますし、もうちょっと複雑な服のカテゴリー的なものは一番最後のあたりで一番反応するみたいな、ことも見て取ることができます。あとはこのニューラルネットワークを使うと、どこで反応したかっていう、空間的な情報も見てあげることができまして、例えばトゥールスカートみたいな単語に対してどこのニューロンが空間的に反応したのっていうのも空間分布を見てあげることができるんですね。こうすると自動的にものがどこにあるかまで認識できちゃうと。で、やり方はこれいくつもあるんですけども、今回は画像全体をこうなんか灰色のこのマスクみたいなのをかけて、マスクをかけた時に変化が一番どこが大きかったですかみたいなやり方で変化を見て、で、KL ダイバージェンスが大きいところをこう可視化してあげると一番反応する場所が見えるみたいな、そういうやり方を使っています。詳しいことはちょっと論文を読んでいただくとして、とにかくこういうことをやるとですね、 White Style っていうのはどこですかっていうと、例えばこれ人手でつけたものと比べてるんですけれども、人手でつけたデータと、自動的に出てきたそのもののありかですね、比較してあげることができるわけです。サングラスどこですか、正解ここなんですけども、この辺にこう反応がある。ショーツどこですか、ショーツはちょっと面白くって、画像認識するときにショーツって言ったときに、もの自体を見るんじゃなくて、実は素足が出てるかどうかって見るんですね。なので、自動的な予測だともうちょっと下の方に行っちゃうんですね。これはなかなか面白いところで、実際言われてみるとそうなんだなって思うんですけども、ちょっとセマンティクス的には違うお話になってきて、ここはどうやってじゃあショーツを見つければいいのかっていうのは、ちょっとまだ検討の余地あるところですね。上の2、4つは大体合ってるっていうもので、下はちょっと間違いがあるっていうもので、こちら何かっていうと、スニーカーっていうのをやった時に、正解ここなんですけれども、残念ながら物によっては小さすぎたりすると、うまく出てこないなんてこともあります。この辺りをどうしていくかっていうのは、また今後の課題なのかなとは思います。というわけで、アトリビュートディスカバリーということで、ウェブデータとそのディープラーニングの、事前学習済みのモデルですが、うまく使ってあげると、こんなふうに正解のラベルが、ほとんどないような、ウィークリースーパーバイズドデータですね、ウェブから持ってきたデータなので、タグとかついてることはついてるんですけども、タグが正しいかどうかも確証もないし、間違ったタグもついてる、そういうデータからこのディープラーニングの事前学習済みのモデルを使うと、自動的にこの単語は画像認識可能な語彙で、かつ、どこにあるのみたいなところまで、分かっちゃうんですね。こういったところを、うまく使うと、コンピュータービジョンというのは非常に面白いツールとして、分析ツールとして使えるかなと思います。よろしいですかね。ちょっとペース的にもしかしたら全てのトピックカバーできないかもしれないんですが、ちょっと続けます。で、次、ファッションスタイルを分析しましょうということで、こちら ECCV 2014年でちょっと前のお話になるんですが、やった研究です。ファッションスタイル、どんなことをやったかというとですね、ちょっとこの質問見てください。
What makes the boy on the right look Harajuku style?はい、こちらの、まあ男の子2人いらっしゃいますが、まあ、ちょっと右 の, あの男の子あの、まあ、いわゆる原宿系みたいな格好してるんですけれども、彼はなんで原宿系に見えるんですか。これコンピュータービジョン使ってこう答えてみましょうと、まあ、そういうことをやってみたわけなんですね。どうやるのかっていうとなかなか難しいんですね。そもそもこれ答えられる方いらっしゃいますかなり難しいですよね。私もよく分かりません、まあ、もしかしたらタイなのかもしれないし、この靴なのかもしれないんですけれども、スタイルってなんだって考えてみるとかなり難しいんですね。で、こちらの研究で何やったかっていうと、あのファッションスタイルを、まあ、コンピュータービジョンを使ってうまくその分析しようで、まあ、こちらではあの、まあ、データ集めの段階からちょっと工夫して、まあ、ゲームベース の, そのデータ集めみたいなことをやったりして、ちょっとあの分析できる環境を整えていったんですが、まあ、ゲームベースって何ぞやっていう話なんですけども、ちょっとじゃあ皆さんにあのクイズです。はい、こちらの写真2枚ありますが、ボヘミアンスタイルと呼ばれるのはどちらでしょうか。右だと思う人、はい、左だと思う人、はい、左だと思う方はちょっと多めですね。はい、まあ、世の中のいろんな人がどう見たかっていうあの統計の結果がこちらです。どうも右の方があのボヘミアンだと考える人の方が多いようですね。でこんな感じでですね、まあ、ちょっとクイズを作ってですね、ちょっとあのウェブであの hipsterworlds.com っていうのを作ったんですね、こちらの件で。それで、まあ、ちょっとあのウェブの人に遊んでもらって、まあ、クイズゲームみたいな感じであのやったんですね。でそうしていくと、まあ、2枚の画像の比較みたいなものがあの統計データとしてこう集めることができて、でその人の判断を基準にしてスタイルとは何ぞやみたいなものを学習していこうという試みをやったんですね。でまあ、あのポイントとしてはいくつかあるんですけれども、まあ、ちょっとあの細かいところすっ飛ばしますが、まあ、統計として、まあ、例えばあのゲームの参加者はあの、まあ、ほとんどのプレイヤーはあの 2,3 回クリックしても飽きちゃってあの離れていっちゃったんですけど、中にはものすごくモチベーション高いユーザーがいらっしゃいまして、何度も何度もクリックして遊んでくれたと。でそういうユーザーがいると、まあ、非常にあの品質の高いデータがあの簡単に集まるんだなというのが、まあ、やってみて面白かったところですね。で、まあ、今回あの細かいところ、まあ、ちょっとお話ししませんが、あのオンラインゲームなんかでそのあの対戦するユーザーを決めるようなこのトゥルースクリスキルというアルゴリズムがあるんですけれども、こちらを使ってどの画像とどの画像を比較するかみたいなものを決定している試みをやっております。で、まあ、このゲームをやった後に あるジャンルの画像について、まあ、例えば統計を取ると、まあ、こんな感じでスコアがあの分布が出まして、まあ、これはヒップスターかどうかみたいな風なあのスタイルの判定データなんですけれども、まあ、ランキングがこういう風にあの綺麗にこうスコア分けして出てくるんですね。でランキングができるとあの、まあ、こんな感じでですね、あの自動的にあの正解データにあたるその学習データを作ることができるじゃないかと。しかも今回は Amazon メカニカルタークみたいにクラウドソーシング使ってなくて、まあ、ちょっとあの友達経由で、まあ、いろんなユーザーに参加を呼びかけただけなんですけども、まあ、データセットができちゃったという感じで、まあ、なかなか面白いあのデータセット構築の試みでだったのじゃないのかなというふうに思っております。まあ、ピンナップスタイルとゴススタイルみたいな感じでこちらの表示してまして、まあ、一番ゴスっぽいのとそうでなさそうなものみたいなランキングができるわけですね。で、まあ、これあの品質についてもちょっとだけあの詳しく調べてみまして、あのクラウドソーシングを使った場合に比べてどうもあのゲームユーザーの方がその没入してくれるので、なんか品質が高そうなデータ出てるねっていうようなものもあの調べるとあの分かったりします。であとこの研究ではあのじゃあ原宿の話に戻しまして、あのどういうスタイルがあの、まあ、どういう要素が どのスタイルの認識に効いているのかっていうものを、まあ、ヒートマップみたいな形で出すみたいな試みも行っております。例えばこの研究ではとこちらの画像ではこの、まあ、こちらの女性あのプレッピーっていう、まあ、ちょっとあの学生っぽいスタイルなんですけれども、学生スタイルに見せている理由は何ですかっていうので、あの、まあ、右みたいにあの因子分析みたいなことをやって、でちょっと順番にこうあの因子を並べてみると、まあ、シャツがそれっぽいよねとか、スキン肌の露出が多分少ないからとか、まあ、そういう感じでですね、あの、まあ、要因みたいなものをなんとなく出すことができるんです。まあ、ちょっとこれ要因の分析の精度っていう意味ではなかなか難しいんですけれども、まあ、シャツっていうのは、まあ、言われてみるとそうかなという気もいたします。まあ、こんな感じでですね、あのデータができたらあとはその原宿スタイルの分析みたいなところにも、まあ、使えるのかなというふうにな気はいたしております。で、まあ、とにかくこちらの研究での、まあ、ポイントっていうのは、まあ、ファッションスタイルの分析をするのにそもそもスタイルって何ですかっていうデータをあの
定義づけるのが難しいんですね。でそこにあのゲームベースでも人の判断っていうのを統計的に集める、で集まったその人の統計データっていうのが正解データなんだよっていう形でその機械学習のモデルを作る、まあ、人の判断を、まあ、あのどうやって集めるかっていうところなんですけれども、まあ、こういったそのスタイルみたいに非常に抽象的なデータの場合は統計的に集めるしかないんですね。これは原宿系だみたいな感じで、あの画像のラベルがあるなしみたいな、そういうやり方では画像を集めることが、あのデータを集めることができないんですね。だからまあそういったところでちょっと工夫が必要なデータではあるんですが、まあ、うまくそのオンラインのまあリソースを使ってあげると、まあ、統計を集めることができて、でそれで分析が可能になる、まあ、そういった事例ですね。はい、それでは、まあもちろんあの例えばゲームを作るみたいなお話になると、じゃあそのゲームにあの投入する画像っていうのはどこから拾ってくるんだみたいな、まあ、そういうお話はあるんですが、まあ、あの一つオンラインのリソースの使い方としてまあ紹介した次第です。次、トレンドの分析に関してですね。こちらはあのワクビー2015年という、まあ、あの国際会議で発表したものでして、こちらではですね、ファッショントレンド、まあ、時間的なトレンドをまあうまく分析しましょうという試みをやりました。で具体的にその時間的なトレンドって何かっていうと、ファッションショーからあのストリートにまあどういうふうに影響が伝播していったのかなみたいなことをですね、あのコンピュータービジョンを使って分析しましょうということをやっております。で、まあ例えばこちらの画像ですと、ファッションショーの画像が一番左にあるんですが、こちらのファッションショーの画像、まあ、似ているスタイルっていうのはストリートに出てきてるんですね。で、ストリートは右側のこの5枚ほど、まあ、それぞれ表示していますが、まあ、こちらはですね、ファッションブログから取ってきたデータなんですね。で、似てるスタイルっていうのが出てきていると。まあ、このあたりをまあ分析するということを、まあ、取っかかりに、そのファッショントレンドってどういうふうになっているのかっていうのを分析してみました。で、今回、データセットとして、スタイル .com さん、まあ、そういうサイトがあるんですけれども、まあ、そちらからですね、まあ、15年分ほどのそのファッションショーの、まあ、画像を集めてきまして、で、まあ、そのファッションショーの、まあ、データをまあちょっと事前にこうセグメンテーションなんかをかけて、まあ、処理しておくことでランウェイデータセットっていうものを作りました。で、まあ、大体3万5000枚ほど画像がこちらでは集まっております。で、あとは、じゃあ、ファッションブログの画像と、このファッションショーの画像っていうのが、まあ、どういうふうに関係しているのかっていうのを調べていくわけなんですけれども、今回の、課題っていうのは、じゃあ、そのファッションショーの画像っていうのと、ストリートの画像っていうのが、似てるかどうかみたいなのはどうやって判定するんですか。ここが、一番のキーになってくるんですね。似てるって何ですか。右の画像って、の中でどれが一番似てますかとか言われたときに、これだって答え、まあ、定義するのは難しいですよね。で、じゃあどうやったかっていうと、まあ、類似度の定義なんですけれども、こちらもですね、クラウドを使いました。クラウドソーシングですね。人に聞いたんですね、要するに。で、まあ、オンラインでですね、まあ、こういった感じで、まあ、画像はまあフォームみたいなものを作って、一番左の画像に一番似てるのはどれですかみたいな感じで選んでもらったんですね。で、似てるのがなかったらノンという形で、まあ、答えていただいて、で、まあ、こちらは Amazon メカニカルターコを使ったんですけれども、まあ、こんな感じでですね、似ている画像っていう、その似ているの判断の統計をですね、クラウドソーシングで集める、まあ、そういうことを行ったんですね。で、これによって類似度っていうのを、まあ、人の統計からまあ定義することができるんじゃないかと、まあ、いうことで集めてみた次第です。で、集めてしまえば、じゃあそれを、再現するような機械学習のモデルを、まあ、予測モデルを学習してあげればいいので、とにかくそのデータ集めの部分でクラウドソーシングをうまく使うと。で、あとはこれはコンピュータービジョン側はもう事前に、まあ、こういった形で、まあ、必要な情報表現を処理しておくということをやっています。まあ、詳しいことはそんなに難しいことやってなくて、単に画像が与えられたらそこからベクトル形式の特徴表現を出してきたっていうだけなんですけれども、まあ、そのあとはそのベクトル表現の画像の特徴表現と同士が似てるかどうかっていうのを、まあ判別するような機械学習のモデルを立ててあげればいいわけですね。で、これ似てるかどうかっていう判別をした時の、まず
ファッションショーの画像から他のファッションショーの画像が似ているものを抜き出してきた事例でして、まあ、なんとなく似ているような画像が得られていますよね。これはあのファッションショーからあの別のファッションショーの画像なんですけれども、同じようにじゃあファッションショーからこのストリートの画像についてもどうかってやってみると、やっぱり似ている画像がちゃんと今やったモデルであの引っ張ってこれてるんですね。でじゃあ似てる画像が引っ張ってこれたら、あとはその時系列的にどういうふうな統計になっていたのかっていうのを、まあ、見てあげる、まあ、そういうことを、まあ、そうしてあげることでトレンドっていうのがどう変わっていったのかっていうのを、まあ、過去のデータのについてなんですけれども見ることができるんですね。でこちらは、まあ、フローラルってついているそのファッションショーの画像が、あるんですけれども、こちらからこれに似ている画像、まあ、特に似ているって判定された画像が、あとは時系列に沿ってどれだけ出現したかっていうのを、まあ、プロットしてあげると、まあ、流行っている時期みたいなのがこういうふうに出てくるわけですね。まあ、それを使ってトレンドどうだったんですかっていうのをあの見てあげることができると。なので、まあ、これを使ってファッションショーがどういうふうにストリートに影響していったのかっていうのを、まあ、ブログ、この場合はファッションブログを使って時系列のデータをプロットしております。まあ、この似ているっていうその学習のところにまあ人の判断を使うっていうのがまあポイントなんですけれども、まあ機械学習を使うと単にまあ、あるなしみたいな単純なラベルだけではなくて、やっぱりあの柔らかい判断みたいなところも、まあデータの集め方によってはまあ再現してあげることができるんですね。これを使うとあのうまくその似ているってファッションが似てるかどうかみたいにかなり抽象的なタスクでもできると。はい、さっきのはあの季節ごとにこう繰り返しているように、あ、はい、こちらの場合はフローラルなので、あの、まあ、春に人気のものなんですね。だから春のあたりで出てくる。ただそうするとこのトレンド の終わりはもう終わったというわけじゃなくて、そこまでのデータっていう。そうですね。残念ながらこれ未来予測まではちょっとできてなくて、これは過去のデータのまあ分析だけになってるんですけれども、まあ、こういった形でできていると。ただ実はあのフローラルでも春以外にあの人気になっているシーズンもあったりして、よくわからないところもあるんですけれども、まあちょっとこの辺りはあの推定精度の問題とかもあるので、まああのそんなに信用できないんですけど、まあ大まかな傾向ぐらいは取れるという感じですね。ちなみにあの一番最初の最新動向のところでもご紹介したように、あのファッションフォーワードっていう論文ではもうあのかなりもうちょっとあのやり方工夫して、その時系列予測をダイレクトにやるみたいなことをやってるので、まあ将来の予測が興味ある方はそちらの論文をちょっと調べてみるといいと思います。まあポイントとしてはだからそのまあ人の判断みたいなところはあの機械学習で再現しましょうというやり方ですね。あとどうしようかな、あと、まあ、ちょっとあのかなり駆け足になっちゃうんですけども、最後 のポピュラリティアナリシスについてもちょっと触れておこうかなと思います。こちらの研究は、ACM マルチメディアの2014年で発表したものなんですが、あの画像がどんだけ人気になるかっていうのを予測してみようっていう試みですね。であのファッションブログ、まあ、いっぱいあるんですけれども、まあ、今回はシクトピアさんっていう、まあ、こちらのあのブログサービスですね、こちらから集めてきたデータを持って、まあ、端的に言うと、まあ、いいねが何回押されるかっていうのを予測しようということをやってみました。まあ、いいねってボタンがあるんですけれども、まあ、シクトピアさん、あのその人気度の指標みたいなものは、まあ、大体3種類ありまして、まあ、そのいいねみたいなその ボーティングですね、それの押された数とコメントの数と、あとはブックマークされた数みたいなものを、まあ、見てあげると、まあ、大体こんな分布になってるんですね。あの、まあ、ほぼあのかなり大多数の、記事はあのいいね押されないんですけれども、ごく少数のものはもう非常に多くの、まあ、いいねが押されると、まあ、そういう分布になっているというものです、まあ、いわゆるロングテールの分布ですけれども、まあ、ウェブだと大体どこでも見られるわけですね。でシクトピアさんで面白いのは、なんかちょっとここに出っ張りがあって、なんでだろうって思うんですけれども、まあ、おそらくなんですけれども、トップページにまあフィーチャーされたりして、で掲載期間が過ぎたらそこから引っ込み抜かれるみたいなことが繰り返されると、おそらくあるまあ一定数のいいねがそちらに移るんだろうなということで、まあ、ちょっといいねだけスキューが出ています。で今回何やったかっていうと、まあ、どれだけ人気になりそうかっていう予測をするんですが、まあ、今回はあの画像だけではなくて、あとはそのソーシャル要因みたいなものも、まあ、混ぜて、まあ、予測してみましょうということをやりました。特にソーシャル要因として誰が友達なのかみたいなデータを使った場合で予測した方がいいのか、画像だけを見た方が影響がいい予測しやすいのかっていうのをちょっと比べてみました。
でタスクとしてはものすごい簡単で、まあ、入力として、まあ、メタデータと画像をうまくこう、まあ、特徴表現にして機械学習モデルを使って回帰してあげればいいわけですね、まあ、数字を予測する回帰タスクですね、回帰分析をしました。で、今回は、まあ、そのいいねにあたる、まあ、シークっていう、まあ、そのクリックがあるんですけども、これの予測をしてみました。で、分かったことなんですが、ファッションブログですが、あなたの服装は、関係ありませんあの見た目がほとんど関係ないということが分かりました。これはあのファッションブログ的にはどうなんだっていうのは思うんですがなかなか面白い結果でして、あの人気度っていうのはどうもそのソーシャルネットワークのネットワーク自体 の、まあ、あの活動結果なんだなっていうのが、まあ、強く示唆される結果になったということなんですね、まあ、どういうことかっていうと、要するにあのいいねが押される数っていうのはあなたのフォロワー数でほぼ決まるよと、まあそういうことですまあ言われてみると確かにそうだなっていう、まあ気はすると思います。まあ、フォロワーの多い方っていうのはそれだけトラフィックも多いので、まあ、やっぱりそういうところにあのトラフィックが集まっていいねが増えると。でこれあのソーシャルネットワークの研究なんかで結構よく出てくるお話なんですけれども、あの、まあ、リッチゲットリッチルフェノメノンっていうものがありまして、これはあの、まあ、要するにハブにどん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 あのトラフィックが集まるというようなお話でして、まあ、これがあるとあの結果的にロングテールみたいな分布がそのメカニズムによってできる。で、まあ、これ何言ってるかっていうと、あるノードがあの、まあ、なんかネットワークがあって、そのネットワークの中のノードの一つ の、 あの人気度を、まあ、知る上で、あるノードがどれだけ人気になるかっていう、まあ、そのところに関わってくるのは、今現在どれだけそのノードに人が来ているかっていう、まあ、そういうところからこうあの、まあ、相関が強くて、まあ、そこからどん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 あの大きいところはどん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 人が集まる、まあ、そういうような現象が起きてるんですね。でリグレッションで、まあ、数字で見ると確かにそうだなっていう感じで、まあ、裏付けられたのが、これソーシャル要因だけでこの、まあ、例えば相関係数を見た場合と、コンテンツ、まあ、画像だけからその相関係数を見た場合と、あとは混ぜた場合で相関係数を見た場合っていうので、あのコンテンツ、まあ、要するに画像なんですけども、ほぼ影響がないと。まあそういうわけで、ファッションブログこれからやられる方とか、 まあ、あるいはインスタグラムでなんかファッションっぽいこうおしゃれな写真を上げたい方は、あのトラフィックっていうのは別に写真のクオリティっていうのは関係ないですよっていうのだけご注意くださいどれだけ友達を最初に増やせるかっていうのが肝です。ただまあちょっとそれだけ言ってしまうといけつないので、じゃあ実際そういうネットワークっていうのがなかったらこの人気度って予測できるのっていうのもちょっと実験的に調べてみました。つまり人気度っていうのはネットワークがなければコンテンツの品質だけで決まるの、なんかちょっと調べてみようということをやりました。でこれ何やったかっていうと、まあ、クラウドソーシングでボーティングすればいいわけですね。クラウドソーシングって別にネットワークないので、友達がどうとかそういうの影響を排除した上でボーティングしてもらうことができるわけです。でちょっとデータ集めてみたんですね。で、まあ、ちょっと集めてみると、まあ、分布としてはこんな感じで、まあ、ちょっとロングテールに近いような形の分布が集まりました。でこのあと何やったかっていうと、シクトピアって、まあそちらのブログから集めてきたデータなんですが、まあ、これを使ってその今メカニカルタークのクラウドソーシングで集めたそのボーティングを予測してみましょう。で予測するときに、まあ、例えばまず画像から予測できるかどうかっていうのを見ましょう。あともう一個、シクトピアっていう関係ないソーシャルネットワークのデータからこのメカニカルタークのボーティングのデータっていうのも予測できるかどうかっていうのも見てみました。この2つをちょっと見てみました。でこちらが結果なんですけれども、ちょっと面白いことにですね、まず画像からですね今回予測できました。相関係数を見ると確かに人気度というのは予測できるらしいというのが分かりました。ただしシクトピアっていう全く関係ないソーシャルネットワークのその特徴、まあ、誰がポスティングしたかみたいな、そういうデータですね、そういうところからも人気度が予測できてしまってるんですね。同等ぐらいにできてしまいました。で合わせるともっといいと、そういう結果になってます。何を意味するかってちょっと考えてみると面白いんですけれども、まあ、おそらくなんですがコンテンツの品質自体にそのユーザーの例えばアイデンティティみたいなものが相関が強いんですね。ある例えばトップブロガーみたいな人っていうのはもう一貫して品質の高い写真を、まあ、アップロードするんですね。でそうするとユーザーの ID みたいなところがそのコンテンツの品質みたいなところに、まあ、強い相関関係を持つようになって、でその上でじゃあ確かに回帰分析みたいなことをやるとうまく予測できちゃうんじゃないだろうかっていうのは、まあ、我々が持ってる仮説ですというわけで、まあ非常に面白い結果なんですが、まあ、じゃあ具体的に予測してみたのってどんな感じなのっていうのがこちらの例でして、人気度を予測したもので、上が人気になりそうな画像、下が人気なさそうな画像ですね。
まあ見た感じ、なんとなく人気出そうか出なそうかって分かりますよね、上と下で。上の方が確かに写真の品質がいいですよね、スタイルがいい形で、照明条件とかもうまくコントロールされたいい写真が撮れてるのが上の方だと思います。というわけで、まあ、ソーシャルメディアの分析ということもやってみたんですが、まあ、とにかくソーシャルメディアのデータに関しては、この人の行動データ、ビヘイビアのデータですね、まあ、いいねをクリックするみたいな、そういう行動データっていうのは、ネットワークそのものの影響が ものすごく大きいんですね。なので、コンピュータービジョンをうまく使おうとしても、うまく使えないケースっていうのも、まあ、多々あるかなという気はいたします。ただ、じゃあ、全くコンテンツの分析に意味がないかっていうと、そうではなくて、今のそのクラウドソーシングの結果から見るように、コンテンツの品質っていうのも、ちゃんとコンピュータービジョンを使うと定量化してあげることができます。ただし、その影響の度合いの強さっていうのを、まあ、相対的に比べるときには、やっぱりそのネットワーク自身のデータっていうのをうまく見てあげないと、かなりめちゃくちゃな予測結果とかが出てきちゃうので、そのあたりはちょっと注意した方がいいのかなっていうのが、まあ、こちらの、研究から分かったレッスンですね。で、ちょうど時間ぐらいになっているので、まあ、このあたりで締めくくりたいと思いますが、コンピュータービジョン meets ファッションということで、いろいろと、お話ししてきました。まず最新動向をお話しっていうのと、あとは私がこれまでやってきた、まあ、研究事例と、まあ、あとはどういったところにコンピュータービジョンが役に立つのかっていうような話題ですね。でコンピュータービジョンって、まあ、何なのかっていうと、まあ、ファッションにまつわるコンテクストでいうと、まあ、マシンパーセプションをということで、まあ、機械の近くでそれを使ってビジュアルデータを定量的に扱うことができるような、まあ、そういうツールだと思っていただければいいのかなというふうに私は捉えております。で、まあ、リサーチ の研究の、まあ、トピックとしては、最初に言いましたように、まあ、リコグニションの問題、まあ、こちらはもうほぼ解かれてきているようになっていますが、コンテクストをうまく使うなんてあたりがやっぱり研究の課題になっていたりしますし、あとは本当にアプリケーションオリエンテッドに研究が進んでいるところでもありますので、まあ、ストリートトゥーショップみたいに非常にタスクが明確な、まあ、研究というのもこれからも出てくるかなというふうには思います。で、技術的にはもう認識だけを見ると、まあ、かなり成熟はしてきているのがコンピュータービジョンですので、まあ、例えばコンピュータービジョンを新しいビジネスに使いたいみたいなところではファッション分野はかなり有望なのかなというふうに私自身は捉えております。というわけで今日の、講演を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。